さあ続いて村田亮太さんにお話を伺ってまいりたいと思います。村田さんはパパとして保育園の送り迎えやお料理などもされると伺いましたけれども、奥様やお子さんからどのように村田さん言われていらっしゃいますか。さっき保育園送ってって息子に言われて、ええ、今日この仕事だからダメって言ったら泣かれました。ああそうなんですね、うん、じゃあ今日はどなたが送ってくださったんですか。ママが送って行ったんですけど、ええ、なんかママじゃ特急電車ができないからダメなんだって。ちなみにその特急電車っていうのは娘も連れて行ってるんですけど、ええ、娘ベビーカーなんで、ええ、こうベビーカー押して走って片手でベビーカーで片手で春道引っ張って、あ上の子を引っ張って走って結構速いんですよ。かっこいいですね。僕結構7割ぐらいで走るんで結構速いのが好きみたいで。上の子さん大丈夫ですか。あ大丈夫です。なんかちょっと浮きながら浮きながらってもう電車じゃないですよ。まさに特急電車ですね。あそれが特急電車ないじゃん。浮いてないからねあれ。それができないって言って、ええ、なんか今日怒ってましたね。あ、はい、朝の一つの楽しみになってるんですね。じゃあお迎えは今日は行かれないですか。今日この後練習なんで、ええ、ダメですよね、ええ、行けないですね。じゃあ今日もしお子さんとお会いする時間があったら今日何されます。今日はでもお風呂は入れれると思うんで、ええ、帰ってお風呂入れて寝かしつけとぐらいですかね。わー、はい。でも素晴らしい。お料理もされると伺いましたけれども、うん、奥さんやお子さんに評判、好評のお料理は何でしょう。あまりしないですよ、料理。あそうなんですか。あまり結婚してから 5回もやってないと思いますよ。そうなんですね。そこはもう乗っかっていただいた方がねえ。フェイスブックとかに、はい、たまにやってんのを上げたらしてるみたいなイメージつくかもしれないですけど。正直な方ですね。いや分かるんですけど、はい、ねえ何か一つね。そうですね。いただいたらね、その5回のうちの一つでも披露していただけると。ことが丸く収まるというか、はい、なんか大根おろしをすって大根おろしはすらないですね。大根をですね、大根おろし作ってお肉と一緒に煮るのが、はい、好評でした。あ、はい、そうなんですね。なんかこれから風邪の予防にも良さそうですね、はい、そうです。だからもうアスリート食らしくて、別に子供のためっていうか自分のために作ってるんですけど。自分のためですよ。それでもお子さんが喜んでくださってたら毎日の生活が楽しくなりそうですよね、はいはい、ますますいろんな情報を私たちに届けてくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。さあ続いて佐々木健介さんにお話を伺ってまいりたいと思います。今回ペアレンティングアワードのパパ部門受賞につきまして、奥様の北斗晶さんは何とおっしゃってました。似合って笑ってよかったなって。いいですね。キャラがぶれてないですね。本当に想像つきます。はい、本当に帰ったらじゃあ見せて差し上げてください。あもうマネージャーが写真撮ってくれたと思うんで、もらったよって。はい。嬉しそうな顔してます。幸せですね。今日ラインナップされている皆様の中では少し佐々木さんはお父様として、はい、イクメンとして先輩でいらっしゃると思うんですけれども、はい、お二人のお子さんのパパであり北斗さんの旦那様として佐々木さんが先輩として、まあ、考える父親のあるべき姿、そんな先輩ってただ年取っただけなんで。先輩よろしくお願いします。年取っただけなんですよ。なんでしょうね、ベタベタで付き合ってほしいなって。ベタベタ、ベタベタ、子供が嫌がってもこうベタ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 。そうですよね、うん、はい、やっぱりスキンシップって今ちょっとね、まあもういいのか悪いのか分かんないですけど、こう僕は大事にしてるんですよ、はい、やっぱもうなんでしょうね、もう幼稚園に行くときから、もう今上が中学生高校生なんですけど、はい、幼稚園行くときからもう行くときには気をつけてね、無事に帰ってくんだよってちゃんとハグして、もうそれずっと幼稚園、小学校、はい、中学校、高校とずっと今も続けてますんで、はい、そのじゃれ合ってていつの間にかプロレス技かけてしまったりとか。それないですか。それは、いやそれはない、反射的にそれはないです。いいですよ、ね、スキンシップね大事ですよね、はい、そういうのが大事じゃないかなって思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。急に大人になったりちょっと大きくなってスキンシップしようと思ってもやめてよって言われるかもしれないけど、小さい子からかの習慣にしてたら、そうですね、まあ、年取ってからこうやろうとしたら気持ち悪いって言われるの嫌だったんで、もう小さい時からずっとやってましたけど、まあ、でもね、ヒゲがね、難しい、ヒゲが生えて大人になってからでもやりたいなと思ってます。はい、うん、お元気かっつって、いいですね、はい、きっとそのこうスキンシップをすることによってお子さん自身もこう安心感がもしかしたら生まれているのかもしれないですよね、うん、そうですね、まあ、そういうなんか少しでもこう優しい気持ちがこう生まれて、それが大きくなったらいいなと思ってます、うん、ありがとうございます、はい、佐々木さんらしいエピソードを伺いました。最後になりますが近藤麻理恵さんにお話を伺います。片付けコンサルタントとしてご活躍をされながらの子育てで多くの働くママたちから支持をされていらっしゃいますが、お子様が生まれてからお家の中の片付けに何か変化はありましたでしょうか。あ、はい、あの大変化がありました、はい、どのような、うんうん、あのやはり職業柄本当に結婚前あの出産前は家の中は完璧に片付いていたんですね、はい、で何も物が置いてあるっていうことが床に物が置いてあるっていうことは絶対になかったんですけれども、今完全におむつとかあのおむつをあの後であのおむつゴミ箱に入れようと思ってちょっと一瞬置いたままだったりとか、あとはあの赤ちゃん用のお口拭きのガーゼですね、がソファーの上に置いてあったりっていう風になんかちょっとしたものがいろんな場所に置いてあるようになっていて、なんかやっぱり片付けなくて子育てってすっごく大変なんだなっていう風に毎日思っています。ありがとうございます。またこれからやんちゃな時期も迎えますから、はい、はい、その辺のスタイルも大きく変わってくるかもしれませんね、うん、そうですね、今はまだあの寝てる状況だけ4ヶ月の寝てるだけなんですけど動いてきたら、はい、っていうところはもっと今覚悟しています。はい、またいろいろ教えてください、はい、ありがとうございます。受賞者の皆さんの素敵なパパママのお話を伺ってまいりました。皆さんお仕事と子育てを見事に両立、そしてイクメンパパや働くママたちのお手本として勇気をくださいました。短い時間ではございますがどうぞ大きな拍手お送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。